シリーン地図 Google ググマップ潮見峠越え潮見峠越えは、熊野山山,山への三景道、熊野古道中辺地の派生ルートの一つ。万両寺付近で、中世の三景道のルートと分かれ、潮見峠を越えて、富田川沿いのクリス川に下り、高原で中世以来の三景道に合流する。潮見峠の田辺が入り口である長尾坂と共に、国の史跡、熊野三景道の一部、 塩見峠の石畳熊野古道中平地は、摂津国の久津を起点とし、紀伊半島西部を南下して、紀伊田辺より東に方向を転じ、大東山地北へをたどって、熊野本宮大社に向かう。中平地は、古くから知られた山景道だが、決して容易な道ではなく、難所として知られる箇所がいくつもあった。塩見峠越えもそうした難所の一つ。 稲葉根王子付近からの富田川河国を迂回するために開かれたルートである。稲葉根王子付近からの富田川河国を行くルートは、川の浅瀬をたどりながら、滝尻へ向かうもので、例えば、中雨期天人2年10月22日条には浅瀬を19度も渡ったとあるほか、上限4年の信明門院3景記には、洪水により国人が流されて死んだとの一件を、相川王子で聞いたと記されている。 洪水などの増水時は危険であるだけでなく、女院の熊の参りの檻などは白布を日短結び合わせた結び目に女院が捕まり、布の両端を天井人が持って渡すようなことも行われていた。そのような不安定で厳しいルートであるにもかかわらず、富田川下国のルートが通行されていたのは、中世熊の参りの選達を務めた恩城寺、昭護院系の主元者の影響によるものであり、 塗装と呼ばれる。すなわち、険しい山道を歩いて、南行苦行の功を積み、海や川の水辺で水を浴びて、身を清めるこりとりの作法を重ねることは、現世の欲望や迷いを離れ、悪業煩悩を洗い清めることであり、そのように苦行を重ねることが滅罪と悟りへの道となると先達を務める修験者たちは説いたのである。それゆえ、熊野へ至る苦難に満ちた道をたどることは、 何日もかけて、熊野へもう出る旅の目的そのものであったのであり、中ヘチにおいて困難なルートが、しばしば選択されているのはこの理由によるのである。しかしながら、困難な道をたどることそれ、自体に信仰上の意義を見出すという、熊野参りにおける、信仰のあり方は、恩城寺、昭護院系の修験者の影響が薄れるとともに、失われてゆき、 困難なルートはより安全で距離の短いルートに付け替えられていくようになる。また、東国の武士の熊の参りや、庶民の西国三十三所が増えたことも、先達の助けを必ずしも必要としないルートを開かせたのであろう。塩見峠越えもまたそうした例の一つなのである。塩見峠越えの資料上の書出は、室町時代初期の大江十六年付の足利義持五教書で、 小松原、山東、金路と並んで、塩見坂の名を挙げ、これらの場所に石章を設けて、熊の参りの妨げとなることを停止するよう、木の国志護に命じたものである。また、国阿商人エデンの言葉書には田辺から本宮までの間にある難所の名を挙げる中に、塩見坂の名で塩見峠が挙げられている。これらから、南北朝時代から室町時代初期にかけての時期までには、 潮見峠越えが、すでに改作され、相当の往来があったことがわかる。ただし、室町時代は、古くからの富田川下国のルートと、潮見峠越えが依然並存したと見られ、室町時代の代表的な熊野三景記である、熊野参り日記では、先達であった著者の実位が、御上寺系統の主言者であったこともあって富田川下国のルートが取られている。 こうした例からも、潮見峠越えに一本化されるのは、江戸時代以降のことと考えられている。戦国時代には、全国的な戦乱で熊の参りの往来は途絶えた。秀吉の奇襲攻めでは、潮見峠は、秀吉の侵攻軍と、在地勢力の軍勢との合戦の場となった。世情が安定した、近世以降では、まず伊勢にもで、その後に、西国三十三所や高野山、 紀内金国の名所旧跡をめぐる開国巡礼が、かつての熊野三景道を賑わせ、潮見峠を越えて、木板鍋に向かった。前述のように、金星の潮見峠越えは、観戦として機能していたため、17世紀初めに、紀州藩による一律化設置が行われた。明治時代に入って、社寺参拝の風が薄れてからも人通りは続いた。明治20年代には、 富田川沿いに荷車を通せるよう工事が行われたが、大正末期までは、土歩の旅人は、潮見峠越えを含めて、近世の熊野三景道とほぼ同じ道を通行し続けていた。その後、1913年に、田辺、本宮間の県道が将来経由に変更され、1926年から1927年まで、 かかって、木板鍋からクリス川まで自動車が通行できるようになり、さらに1930年まで日本軍まで乗り合い自動車が定期運行するようになるとともに交通機関の発達から取り残され、次第に錆びれていった。第二次大戦後にはもっぱら、ハイキングコースとなり、地元自治体により整備が行われている。根、ね、じの杉潮見峠越えのルートと周囲の名所、旧跡。 遺跡等を記述する。万両王子で、八条王子を経て富田川へ向かう岡道と分かれて、左藍津川う岸に沿って遡り、三須の長尾坂から、潮見峠越えが始まる。南馬の人、林信明の三景気、熊野参り気候に、一律か和歌山より二十一里と記されているように、近世の観線であった、潮見峠越えには、奇襲藩が設置した一律かがあった。 一面のみかん畑に民家が散在するのを見つつ坂を登ると眺望が開けて行き、田辺市街や田辺湾だけでなく、白浜温泉も見えてくる。やがて水のみ峠にたどり着く。水のみ峠は地名の通り水に恵まれており、急速の適所である。水のみ峠からはほぼ平坦な道になり、ねじき峠を通過し、牧さんの山腹を巻きつつ、 無線中継所に通じる舗装林道を横切って、潮見峠に着く。潮見の名の通り、海の眺望に優れた場所である。峠から東北に向かい、地道がわずかに残った広野坂を下る。広野坂を除けば、ほとんどが林道で、小見な集落を通り抜けて、舵谷川口に出る。舵谷川口は、国道311号と国道371号の交差点で、 ここから三景道は富田川右岸を通っていたというが、国道に消されている。クリス川近くで川を渡り、高原熊野神社のある高原まで坂道を登ると、中世以来の三景道に合流する。長尾坂の一律化前日のように、長尾坂には、紀州藩の設けた一律化があり、玉川源流の三景気、熊野順覧機によれば、この他に、ネジ岸尾見峠間、 小見名の二つの一律家があったという。長尾坂の一律家に植えられた松は大木になっていて、旅人の休息場所となっていた。しかし、1875年になって刈り取られ、その後も20年近く大きな根が残っていたが、江川の漁師が焚き火漁のための松松にすると言って掘り取っていったという。霊気峠霊気峠には、樹齢400年とも言われる枝が異様にねじ曲がった。 杉の木があり、ねじ木の杉と呼ばれており、根元には縁の行者像が祀られている。この杉の木は、暗鎮、清姫伝説にまつわるものと伝えられ、自分を捨てて逃げる男の姿を見て、悔しさのあまり木をねじ曲げたために、このような姿になったのだという。しかし、ねじ曲がった姿は突然変異によるもので、樹木には珍しいものではない。 ねじきの杉は、田辺市指定天然記念物。潮見峠潮見峠について、前室の、熊野巡覧器は潮見、峠、茶屋に剣有泊まりも吉地。より新宮まで海を見ることなし。井の名残の潮見とも初潮見とも運なり、玉川源流、熊野巡覧器と記しており、田辺から来ると海を見る最後の場所になり、本宮から来ると初めて海を見る場所になると伝え、 海の景観美を称いている。二軒あったと記されている茶屋の跡と見られる、広い屋敷跡が残されており、四保宮という茶屋が、大正終わりから、昭和初め頃まで続いていたという証言がある。植林により眺望が効かない時期が続いたが、所有者の配慮により二千年前後に借り払われて、海への眺望が復活した。その他、秀吉の奇襲攻めの古戦場であることを検証する。 史跡塩見峠と刻名した石碑がある。ありがとうございます。